ていう人間を、別に文句言って、トヨタで変わらないようにしたんだよね。だけど、ダイダイちゃんさんは別にじゃあ、そういう風に言われて、確かめたりとかするのめんどくさいから、じゃあレクサス行きますみたいな感じで。で、レクサスでブラックカード作って、ね、あの、キャッシュカード、ブラックカード、レクサスブラックカード作って、それでレクサスを買ったんですよ。ね、あの、新車でね、900万ぐらいのやつをね。それぐらいだけ、ダイダイちゃんさんは結構いいところで仕事をちゃんとしてるから、ね、IOC のオリンピックの、ね、その、サドルさんと小山さんっていう人の弟子なのね。スケートボード会場作ったりとかして全国にもう100個以上もう何百個も100個じゃ聞かないんだって多分あの自分が知ってるだけでも100個以上は作ってるって言ってたあのスケートパークをねでそういう風に動いてる人たちの弟子なんだよねその大岩間さんと大大ちゃんさんもねだからでそういうことを俺が今まで何回も何回も配信してでしかもチャットとかでもやり取りしたこととかを言ってんのにねあの分かってないってね。で、大大ちゃんさんと山さんは、圭吾くんだったらスポンサーつけた方がいいだろうつって、大島権限で言いますからって言って。で、ただ、業界が、サーフィン業界全体が、乗れる人ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。サーフィン業界全体が低迷してるから、ね、ザ・サーフとかも縮小してるんですよ。ね、俺が言ってるとこ。ザ・サーフって関東で一番売ってたの。1年間に2億円サーフボードだ。サーフボードだけで2億円以上売ってたんだよね。1年間に。